明宝ホールディングスの小松でございます。今日はよろしくお願いいたします。それでは資料に沿ってご説明させていただきます。本日でございますが、まず私どもの概要をご説明させていただいた後、23年6月期の決算実績、24年6月期の業績予想、最後にですね、今後の取り組みといったようなお話をさせていただきたいというふうに考えております。それでは、まずはじめにですね、我々明宝グループの概要についてご説明させていただきます。一言でですね、私どものことを申し上げますと、私たち明宝グループは中小企業経営支援プラットフォームを核といたしました実業を営む中小企業の集合体であるというふうに考えております。もう少し申し上げますと、私たち明宝グループは将来不安を感じておられる中小企業様やこれから大きくなっていきたいという成長意欲の高い中小企業様と資本提携を推進させていただいて、これらの中小企業様の経営の効率化、人材の支援、業務連携をサポートさせていただくことで、各々の企業の利益を増大させ、そして、さらなる中小企業様との資本提携を推進し続けている企業グループであるというふうに考えております。今申し上げましたことを、このような成長サイクルというんでしょうか、このような形のサイクルにいたしますと、このような形になると考えておるんですが、私どもご縁をいただいた中小企業様と、様々なコミュニケーションをしっかり取らせていただくことにより、まずグループ理念を共有させていただきます。グループ理念を共有させていただきながら、なおかつですね、その会社様の経営効率化、人材支援、業務連携の推進、一言で言えばそういった会社様の生産性の向上と申しますか、そういったようなことを一生懸命やらせていただきます。それにより、ご縁をいただいたグループ一社一社各社の利益が増大してまいります。一社一社の利益が増大してまいりますから、グループ全体で見ると資金力が増大してまいります。グループ全体として資金力が増大してまいりますので、さらなる M&A の、例えば数で言えば多くの M&A が可能になってまいりますし、規模で言えばより大きな企業様の M&A が可能になってまいります。そういったことを行って、そういった行った会社様に対してまたグループ理念の共有をさせていただき、生産性の向上するようなことを共に頑張らせていただき、また各々の会社の利益が上がりといった、こういった形ですね、ぐる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 こう成長させ続けていくというのが私どもの基本的な成長の考え方、成長サイクルでございます。今、そのご説明の中で生産性を上げるとは一声で申し上げましたが、具体的に中小企業支援プラットフォームといたしまして、どんなことをしているのかと申しますと、この4つだと思っております。1つはネットワークということで、M&A の推進を通じまして、長年ですね、各々の地元地元で何十年にわたり、例えば建設業であったり測量業であったり、そういったような、別に建設測量にこだわってるわけではないんですが、そういったような長年地域でこう安定して受注してやってこられたような企業様の全国ネットワークを構築するというようなことをやっております。こういったですね、長年やってこられたところ、どうしても生産性がまだまだ低いところ等がございますので、そういった会社様に生産性を上げるために、一言で何が一番大事かと申し上げますと、月次で PDCA を回せる会社に変えていくということが私ども一番大切だと思っております。
そのためにまずやることが月次決算をきちっとした形で可能にさせていただき、我々は経営会議と呼んでいますが、月次で予算と実績の管理を行います。といったようなことをやることにより、コスト意識であったり、目標達成意識であったりですね。まあそういったようなことをしっかりと植え付けてさせていただく。それにより生産性が上がりますというようなことでございます。また、いろんな会社さんが私ども関連会社にあるわけでございますが、お金が潤沢にある会社さんもあれば、比較的そうでもない会社さんもございます。そうした会社さん全体をですね、我々がグループとして資金の一括管理をしておりますので、その資金調達におきましても最も効率のいい形でですね、まあ、投資が必要なところにはそういった形で投資もさせていただくというようなことをやっております。で、合わせて長年地域でやってこられた会社さん、コンプライアンス意識であったり、ガバナンスの体制であったり、そういったところが一般論として弱いところがございますので、まあ、我々上場企業グループとしてですね、耐えられるだけのコンプライアンスの対応、ガバナンス意識の醸成等ですね、そういったことをきっちりと共有させていただくことにより、まあ、結果としてですね、経営の効率化ということをやらせていただいております。また、こういった地方の企業さんは人材支援と申しますか、人材ですごく苦労しておられます。一言で言うと、まあ、取れないってよくおっしゃるんですが、その人が取るのも難しいですし、まあ、教育訓練って書いてございますが、社員さんに対して OJT はしっかりやっておられるものの、OFJT と言いますか、それ以外の教育訓練っていうようなことをあまりやっておられないような傾向があるところが多いです。ですので、私どもでは、そういった教育訓練、下に理念共有とも書かせていただいておりますが、考え方に対する、教育訓練も行いますし、合わせて資格の取得であったり、技術力の向上であるような、まあ、教育訓練であったり、そういったような OJT に加えて、OFJT をですね、しっかりと提供させていただくことにより、人材支援もやらせていただいておりますし、グループ一括採用といいますか、セグメント採用といいますか、そういった形で人材採用においても尽力させていただいておると思っております。続きまして、業務連携でございますが、これは同じようななりわいの会社がいくつも私どもグループ内にございます。特に同じようななりわいをやっておられるところは、強いところ、弱いところ等ございますので、弱い会社さんは強い会社さんに教えてもらって相互補完をやりましょうということで、今までだったらちょっと自信がなくて手を挙げられなかったようなお仕事に、まあ、同じグループ内でそれはうち得意ですよっていうような会社もございますので、そういった形でですね、技術協力等をさせていただいて、相互が相互成長を目的として、実務の連携をさせていただいております。まあ、そういったことで技術協力を頻繁にやらせていただいてますし、人材支援ではございませんが、人材を出向みたいな形で2、3年ですね、技術が身につくまで他の会社に動かしていたりとかですね。あと、仕事も一般的でしたら地元の協力会社さんにお願いするところを、受注が多少足りない会社さんがあれば、そういった会社さんにお願いするというような業務連携等をやらせていただいて、まあ、そういったようなことをやっております。まあ、こういったものが、まあ、他にもいろいろあるんでございますが、この中小企業支援プラットフォーム、こういったことをこう実業として、こう、まあ、コミュニケーションをしっかり取った上で、こういった4つのことが可能になるんですが、まあ、そういったようなことをこうコミュニケーションの上にしっかり乗っけてやっておりますので、そうやってやりますと、長年地域を支えてこられた中小企業さんの生産性が向上してまいります。結果として、そういった企業さんが安定してまいりますので、安定した職場の提供と、まあ、そういった会社さん、利益が上がれば、上がった利益の何分の1かは社員さんへの所得への還元という形になりますので、所得の向上といった形で、まあ、好循環サイクルをですね、回していけるようになるといいなというようなことをやらせていただいているのが、当社グループでございます。こちらがですね、当社の成長戦略でございます。まあ、当社だけの言葉ですが、社内では三段ロケット推進方式と呼んでおります。その大した話ではございませんで、
今申し上げました話っていうのが、既存事業会社の成長ですね。オーガニックグロス、この一番下の薄いピンクのところでございますが、こちらが今申し上げましたプラットフォームやセグメントを中心とした様々な、関わりにより、既存事業会社が成長していくというのは、この一番下の薄いピンクでございます。これに加えて、ただいま4つのセグメント、建設関連、建設、人材、介護と、この4つ私どもセグメントとして持たせていただいてますが、その4つの分野の中の新たな M&A による成長というのはこの真ん中の部分ですね。まあ、こちらの方は、なりわいも詳しい分、積極的にやりやすいところがございますので、ここの部分と M&A をやることにより、まあ、結果としてやることはここの一緒、ここ一緒なんですが、まあ、そういったことをやることによって成長してまいります。で、この一番上の赤い濃い部分ですが、これは既存セグメント以外の M&A も積極的にやらせていただきたい。中小企業支援プラットフォームとしてはここもやっていきたいと思っておりますので、まあ、ここの部分も今後やっていきたいなと思います。ですから、現在この辺かなというようなふうに私どもは思っています。まあ、これが1段目、2段目、3段目なんで、3段ロケット推進方式により、売上、利益、社数、社員数、その他何でもいいんですけど、まあ、こういったようなものをこう拡大してまいりたいというふうに考えております。続きまして、私どものビジョンでございますが、要はどうなりたいのっていうとですね、この私どものグループに集っていただいた主体的な仲間と共に生き生きと働いて、やりがいを感じていただいて、ある程度満足できる給与や、ある程度満足できる休暇を得ることができる企業の全国ネットワークを作っていきたいなっていうのが、根っこにあるところの私はこんな風になりたいというんです。で、次に企業規模でございますが、どうしてもこれ、こういうお話を聞いておられる皆さんは、数字が先行してしまって、何年に300社ですよとか、それどうやってやるんですかとかっていうふうに思考がなってくるんですが、私はどういうふうにしたいかというと、日本中47個都道府県があると思っておりますが、47都道府県のどこに行っても、明宝グループの会社があるよねっていうのをイメージしてます。で、それはどういうことかというと、まあ、県も大きな県と小さな県、面積的に北海道みたいなところもあれば、香川県や大阪府みたいなところもございますので、一概に言えないんですが、イメージで言うと、一つの都道府県、県に5つとか6つとか7つとか、そのくらいの会社があれば、どこの、私が出張でどこの県に行っても、どこに行っても私どものグループが企業あるよね。だから、そういう会社さんが、さっきの上のビジョンじゃないですけど、みんな、生き生きと働いて仕事を通じてやりがいを感じておられて、それなりに地元で幸せに暮らしておられるんです。そんなような私は企業グループを作りたいと思っております。ですから、各県に、まあ、5とか6とか7社なんで、まあ、ざくっと言うと、まあ、平均で6社として47ですから、まあ、47を50して5、6、30だよね。だから300社ぐらいだよね。そうすると、まあ、売り上げは1000億から2000億ぐらいにはなるよね。そうすると社員数も1万人ぐらいは超えちゃうよねっていうようなことを私は思ってて、このどうしても数字が独り歩きするんですが、あまりここの数字、まあ、数字は数字でこだわるんですけど、一番思ってるのはどこに行っても明宝グループの企業がある、そういう会社を作っていきたいというのが私の思います。で、まあ、こういったようなことを実現するために、我々は M&A を積極的に行わせていただいて、能動的、主体的に生きることが一人一人の幸せにつながるということを共有する企業文化を、まあ、形成し共有していきたい。まあ、私が一番やりたいのはここのところですね。私どもの理念に、こう全従業員の幸せっていうのがあるんですが、社員さんが幸せになるにはどうしても会社の力だけでは難しいところがございまして、社員さんお一人お一人が能動的に主体的に生きるっていうところにお理解いただくって言いますか、そういった部分が必要かと思っています。ですから、能動的主体的に生きることが一人一人の幸せにつながることを共有する企業文化の永続的発展といいますか、そういったようなことをしていきたい。それが数字で表すと、さっき300社とか1000億とか1万人になりますけど、
まあ、っていうようなことになろうかと思います。こんな風に私はなっていきたいと思っております。はい、次お願いします。あ、間違えた。ごめんなさいね。で、ただいまネットワークはですね、19社でございます。まあ、ここの日本地図の、ここ旭川ですが、旭川からここが佐賀でございますが、まあ、大体東北、甲信越、関東、ね、中部はもちろんですが、中国、四国、九州と、まあ、一通り、拠点は持ってございます。あと、カンボジアでもいろいろやっております。過去10年間の売上高の推移ですが、まあ、こんな感じで順調に伸びておるとは思っております。まあ、数字については後ほど詳細にお話しさせていただきます。今、一言ずっとですね、時間を取っていただいて、こうお話しさせていただくことですが、我々は中小企業のネットワークを作り、中小企業が変わることで、我が国の閉塞感を変えていきたいと考えております。従業員一人一人が変わる気持ちを持って未来に挑戦していけると。まあ、こんなようなことを思ってやっていきたいというふうに思っております。これが私どもの概要でございます。それでは続きまして、23年6月期の決算実績をお話しさせていただきます。連結損益の方からお話しさせていただきます。まず、ここの23年6月期の数字だけ読ませていただきます。売上高73億7100万、売上総利益22億2400万、営業利益4億6200万、経常利益4億9600万、税引き前当期純利益4億9400万、当期純利益2億7000万円でございました。売上高、すべての利益ともですね、過去最高を更新させていただきました。詳細な策体等については後ほど申し上げます。続きまして、連結貸借対照表でございます。純資産はですね、前期に比べまして2億6500万円の増加をいたしました。自己資本比率は、51.2%、前年末が50.1%でございました。2つの M&A と1つの事業譲渡を実施いたしましたが、自己資本比率自体はですね、1.1%ですか、増加したということでございます。これも後ほど申し上げます。続きまして、連結キャッシュフロー計算書でございますが、こちらもここにか見た通り、ここの表の通りでございますが、現金及び現金同等物の期末残高は前期比2億3400万円増加いたしまして、11億2600万円というふうになってございます。はい、それでは、売上から利益を順に見させていただきます。まず、売上高でございますが、先ほど申しましたように、23年6月期は73億7100万円でございました。22年6月期が61億1300万円でございましたので、前年同期比12億5800万円の増、率で申しますと20.6%の増でございます。当初予想との比較でございますが、当初予想は70億円でございました。従いまして、当初からの予想からの増額は3億7100万円の増額となり、5.3%の増額ということでございます。で、参考までにこの5期のですね、売上高の推移を示させていただきました。10年も5年も一緒なんですが、順調にずっと伸ばしてさせていただいております。ただ、ここの21年6月期だけはですね、株式を公開させていただきましたので、ここに書いてございますが、この2年間、内部管理体制強化のために M&A をあえて凍結させていただきました。そういった関係でですね、M&A 凍結してございますので、オーガニックグロースのみの成長となっておりますので、52億3400から52億7400ということで、ここですね、ここは伸びておりませんが、まあ、ここを除けばですね、逆にこの1年間を、なくしていただいて、ここの61億73億7000を左へ平行移動させていただくような形になると、まあ、うちの自然なですね、こう成長の、まあ、成長曲線といいますか、そういったのがイメージしやすいのではないのかなというふうに思っております。はい、続きまして、売上総利益でございますが、前年同期比3億9500万円の増、
率で申しますと21.6%の増額となりました。これ、粗利がですね、これだけ伸びましたということでございますので、本業の方はですね、しっかりと稼ぐ力は上がっているというようにご理解いただければというふうに思っております。はい、続きまして、営業利益でございます。前年同期との比較でございます。23年6月期4億6200でございました。22年6月期は3億4300でございましたので、前年同期比、1億2000万円の増、率で申しますと35%増でございます。当初予想との比較でございますが、当初からは9200万円の増、率で申しますと25%の増額というふうになっております。これも参考でございますが、営業利益の増減分析でございます。グループネットワークの拡大等により、売上総利益は増加しました。ドレーン償却額も増加しております。人材採用などさらなる成長に向けて経営基盤を強化しております。そういったところで、22年6月期の営業利益3億4300万円でした。売上総利益の伸びが3億9500万円でございます。人件費が伸びたのが1億4000万円。のれん償却が6900万円。仲介手数料、その前の年と前期と同じくらいです。400万円違うんですが、似たようなものでございます。その他、販管費で7000万円増えました。ということで、営業利益で見ると、3億4300万円が4億6200万円になっているということで、こういった諸々の投資を、売上総利益でカバーできているというようなことかなというふうに考えております。はい。こちらがですね、営業利益の推移でございます。これも先ほどのですね、ここの2年ですね。ここの2年が内部管理体制強化のための M&A の凍結をさせていただきました。ですので、ここでは、M&A に伴うフィー、その他、そういった経費が発生しておりませんので、ここは利益がですね、ポコンと大きくなるような形で出ます。ですから、ちょっとここを消していただいて、2億8600万円から3億4300万円、4億6200万円というふうに見てね、233、286、343、462というふうに、ここ、左へ一つ平行移動していただくと、うちの利益の成長曲線といいますか、そういうのが分かりやすいんではないのかな、割とこう、一時回帰的に上がってると思ってるんですけど、そんなふうに思っております。はい、続きまして、経常利益でございます。前年同期との比較でございますが、当期4億9600万でした。前期が3億9700万円でございましたので、前年同期9900万円の増、率で申しますと24.9%の増でございました。当初予想と比べますと、当初予算に比べまして、利益が1億1600万円増、から、率で申しますと30.4%の増でございます。私どもどうしても当初予想とよりも、これ大きめに出る傾向があるんでございますが、これ一概に言えないんですが、イメージだけ申しますと、私どもは建設系のお仕事をやらせていただいております。それで予算を作るときには、災害っていうのが毎年、どこぞかんぞ、北海道から九州まで会社を持っておりますので、日本中どっかかんかでですね、最近ですと鳥取県でね、大きな災害があったようなことテレビで言ってますが、いろんなエリアでちょっとした災害はいろいろ起きています。そういった災害が、我々の売り上げには乗っかることが多いんでございますが、ただ、予算を作る段階で災害は起きるという予想は立てません。ですから、その災害の部分が下回る場合もございます。ただし、これは一概に言えることではなくて、災害が大きすぎると、その本来取るべき予定の仕事が取れないとか、忙しくて取れないとか、そういったこともございますので、必ずしも災害がイコール全て毎年売り上げ増になるというわけではございませんが、一般論で言うと、災害が予想してない予測に対して、実際は災害が乗っかってくる。っていうことが多いような傾向にあるような気はいたします。はい、続きまして、親会社株式に帰属する当期純利益でございますが、当期2億7000でございました。22年6月期は2億2400万円でございましたので、前年同期比4600万円の増、20.4%の増でございます。当初予想との比較でございますが、当初予想から6000万円の増、28.5%の増となりました。
これも参考までにですが、売上高に対して当社の販管費率はもうピークアウトしてきてるんではないのかなというふうに思っております。この赤い部分が当社の販管費と申しますか、これホールディングスっていう組織を作ってますが、そちらの経緯でございます。こちらの経費がここで株式公開しておりますので、ここに備えて2億8400万、3億5500万、4億とび300万というふうに上がっています。そこから、さまざまなですね、機能を強化しておりますので、4億6100万、4億9700万というふうに、販管費自体は上がっておるんでございますが、この灰色の棒グラフが売上の伸びでございます。ですので、この売上に対して、この赤いやつの率ですね、販管費率を見ていきますと、上場した年が7.6%でピークで、前期が7.5%、当期が6.7%ということで、金額は上げていかなければと思っておりますが、率でいうとピークアウトしておるのではなかろうかというふうに考えておりますというのが参考でございます。あと、我々ですね、受注残、期末受注残というのが予期の売上を予測する上でとても重要でございます。この、ですね、この濃い左側のやつが建設関連サービスですね。この右側の薄い方、この赤く濃い方が建設関連サービス、建設コンサルタント測量です。で、こちらのところが建設業でございます。そこの期末の受注残だけ比較させていただきます。そうすると、まず建設業の方ですが、22年6月期末の受注残は4億7800万でした。それが当期末の受注残は10億とび7300万円ということで、まあ5億ぐらいですかね。え ?4 億8000万。そうですね。5億強ぐらい、受注残が増えておりますということです。で、一方、この上側ですが、これは建設関連でございますが、前期が16億8900万円だったのに、当期末が20億とび900万ということで、17と20ですから、3億ぐらいですかね。3億ぐらいだそうです。ですから、また足すと8。この1年8億ぐらいですね。当期は受注残が増えておりますということも、まあ、今期を考える上です。今期というか、24年6月期を考える上で、まあ、こんなような受注残を持っておりますということでございます。はい。続きまして、当期の業績予想でございますが、売上高80億円、営業利益5億円、経常利益5億3000万円、当期純利益3億円を現状予想しております。で、こちら下に中で書かせていただきましたが、2023年7月にグループに入っていただいた北海道にございます富士動物設計の業績予想は、この80億5000万円に盛り込み済みでございます。しかし、私ども積極的に M&A をやっていく会社でございますので、これ以降ですね、新たな M&A による影響がもしあるとすればですね、この数字より、まあ、一見で前は売上は上がる方向に行くと思っておりますし、利益は、まあ、フィーとか、のれんによって変わってまいりますので、何とも言えませんが、まあ、そういったような変化があるのではなかろうかというふうに思いますが、現状、80億の、まあ、5億、5億3000といったようなことをよく、予想しております。今後の取り組みでございますが、グループビジョンの実現に向けて成長のプラットフォームをしっかりと整えてまいりたいというのが基本的なことでございます。これが長期的にですね、先ほど申しました、全国どこに行っても明宝グループの会社があって、みんな生き生き働いてる、まあ、そんなような企業グループを作っていくために、プラットフォームをしっかり、整えていきたいというふうに考えております。目先のことで申しますと、M&A の推進をさせていただいて、売上だけ100億円体制をなるべく早いことですね、実現させていただきたいなというふうに思っております。まあ、そのためには、グループとしてのさらなる一体感の醸成をしていかなければいけないと思ってますし、明宝グループは今、ここで冒頭に申し上げさせていただいたようなことをやってる。ね、いつまでもお宅は建設業ですかとか、建設業の M&A をやる会社なんですよねっていうようなね、ご質問をいただくことも過去は多かったんでございますが、そうではなく我々中小企業経営支援プラットフォームですというようなことでですね、だんだんご認知いただいてますので、そういった意味合いで、明宝グループの知名度の向上を、まあ、目指していろいろ頑張らせていただきたいと思っております。以上でですね、発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれより質疑応答のお時間とさせていただきます。
ウェブでご参加の方です。音声でのご質問をご希望の方は、手を挙げるボタンを押してお待ちください。文章でのご質問をご希望の方は、Q&A ボタンをクリックして、ポップアップウィンドウの枠内にご質問をご記入ください。私が質問を読み上げさせていただき、音声で回答をさせていただきます。お電話の方は、目印の後に数字の9を押してお待ちください。手を挙げるボタンを押された方は、ご質問の順番になりましたら、私から指名をさせていただきます。ご自身のミュートを解除されましたら、会社名、お名前の後にご質問をお願いいたします。それではご質問いかがでしょうか。質問いかがでしょうか。それでは先に事前にいただいているご質問にお答えをいただければと思います。まず1問目です。成長戦略で既存セグメント以外の M&A による成長とございますが、どのような事業領域への進出を想定しているのでしょうかというご質問でございます。ご回答をお願いいたします。はい。私どもは、もともとはですね、建設関連をコアに建設業に行ったり、人材派遣業もやっておりますが、建設をコアに人材派遣業に入っていきましたというような形で、もともと建設周りのことからだんどん発展していきました。で、そうした中で、建設っていうのは、私ども行政からのお仕事を受注するということで、行政関連のお仕事に広げていきたいというふうに昔からずっと思っておりました。そうした中で、たまたま介護事業のですね、ご縁をいただきまして、で、介護事業を、我々グループの生業としてさせていただいたわけですけど、現状、介護事業、順調に、成長しております。で、それどうしてできているかというと、介護事業を今担っていただいている、そこの会社の社長様、セグメントリーダーも兼任していただいてますが、そこの会社様のリーダーがしっかりしておられることと、まあ、当社の、先ほど申しました月次での PDCA をしっかり回すといいますか、そういったことがうまく機能できて成長しております。ですので、しっかりとした、こう、財政基盤といいますか、こう、損益を稼ぐ基盤があって、なおかつそこを回すリーダーの方さえうまくいれば、我々はある程度どんな事業でもうまくできるのではないかというふうに現状を考えております。そうした中で、どの分野にっていうことが、どの分野って M&A を中心にありますので、それは我々から選べる部分と選べない部分があるんでございますが、もし選べるといたしましたら、行政に関係する部分、行政のアウトソーシングを受けている部分っていうのは、一番我々としてはとっつきやすいというふうに思っています。まあ、そうした中で、一つは、インバウンド系といいますか、そういったインバウンドに関連して、なおかつ行政に絡んでいるような部分っていうのをやらせていただけるといいなと思ってますし、インバウンドに絡めた形での農林水産といいますか、そういった形も行政と絡んだ形でやらせていただけるといいなというふうに思っております。ただ、これはもう、行政にちょっと絡みながら、まずその介護事業でうまくやれたような形の、そのうまくやれる人となりわいがあって、初めて参入できることであって、この業種だからいいとか悪いとかっていうふうに私どもは考えません。その会社さんだったらいけるかいけないかっていうふうに。我々 M&A 積極的にやる分、ある意味どこよりも M&A に臆病な会社だっていうふうに私は実は最近思っておりまして、すごく M&A に一方では積極的にやる分臆病なんです。ですから、すごく慎重に慎重に会社さんを選ばせていただいておりますので、まあそういった中で、今言ったようなインバウンドだったり、農林水産であったり、行政関連であったり、そういった部分に参入できればいいのかなというふうに考えております。はい、以上でございます。ご回答ありがとうございます。もう一問お答えいただければと思います。過去の M&A の株式譲渡額や売上等の規模感、また年間の M&A 件数はどのくらいでしょうかというご質問でございます。ご回答をお願いいたします。はい。件数は大体、
その、コントロールしてるわけではないですが、3件ぐらいが過去の経験で言うと、多うございます。売上高の規模感は、まあ、3億から7億とか、8億とか、10億未満のところをやってきております。まあ、譲渡価格は、その会社さんの持っておられる資産によるので一概に言えませんが、まあ、まあ、そうですね、5、6億が多いのかなという感覚的にはそう思いますが、まあ、これも我々のれん償却をそんなに長く見たくないなというふうに考えてますので、確実にのれん償却がある程度の期間でできるっていうような案件を選んでやらせていただいて。回答ありがとうございました。その他、ご出席の方でご質問ある方はいらっしゃいますでしょうか。ご質問いかがでしょうか。ウェブでご参加の方からもご質問を受け付けております。質問いかがでしょうか。事前にいただいているご質問にもお答えをいただければと思います。今後 M&A を進めると、それ相応な資金が必要になると思いますが、調達方法はどのように調達するのでしょうかというご質問でございます。ご回答をお願いいたします。はい。まあ、資金調達の方法は2つしかございません。1つは、金融機関さんからの借り入れっていうのが一番手っ取り早いといいますか、一番普通にできる方法だと思っています。で、合わせて、直接的に、株を売り出したりするっていうようなことも、いろんなマーケットの状況を見ながら考えるかもわかります。ただ、今のところは、まあ、その二つですね。その二つを考えております。回答ありがとうございます。もう一問お答えいただければと思います。M&A を実施すると、仲介手数料やのれんが発生し、営業利益に影響が出ると思いますが、2023年6月期の営業利益は増加しております。M&A による営業利益への影響と今後の見通しについて考えを教えてくださいというご質問にございます。ご回答をお願いいたします。はい、ありがとうございます。M&A をするときに、理論値、つまり、のれん償却の理論値はいくらですかって考えたときに、私どもはそこの M&A した会社さんの、を生み出すキャッシュが、のれんの、その、償却する元ですというふうに考えます。ですから、我々が当初想定した利益と、のれんっていうのが本来は一定行為になるので、本来はプラマイゼロになります。利益は。それに、その仲介手数料っていうのは、その MA した年に、あとこれにデューデリも加わるんですけど、仲介手数料プラスデューデリっていうのは一過性のもので、その一期でしか出ないものです。で、その後、例えば5年でのれんを償却するのであれば、5年間はその5年間毎年生む利益額とのれんっていうのは一てこいの関係になりますので、ですから本来理論的には1年目だけがその仲介手数料とデューデリの費用の部分がマイナスになって、利益とのれんで一てこいで、売上は上がるけど利益は、1年目は下がります。2年目からは利益は横ばいになるというんですか、利益は0円。そこの MA した会社からの利益っていうのは0円になるっていうのは、我々の基本的な理論値でございます。それに対して、我々はプラットフォームとして、いろいろとこれやったらどうですか、あれやったらどうですかっていうようなことを、もうすぐにやり出します。ですから、そういった部分で、それが聞いたことによって、売上利益増になることになっているのか、ラッキーで売上利益増になっている部分もあるのか、そこはわかりませんが、とにかくその理論値よりも上に売上利益が、まあ利益ですね、利益ですと、利益がそこの当初予定して値よりも増える方向に行けば、必ず、
必ずその利益っていうのは上振れしてます。ですから、なぜこうなったのですかというと、当初予定していた利益よりも利益が大きかったんです。それは、まあ、プラットフォームの効果もあったでしょうし、ラッキーもあったのかもわかりません。というようなことかなというふうに思ってますが、ね、できればプラットフォームの効果だってほしいなと、私は思っております。ご回答ありがとうございました。その他、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。質問よろしいでしょうか。以上のご質問にご回答いただきありがとうございました。以上で質疑応答を終了いたします。説明会終了後に皆様の PC 等の画面にアンケートが表示されます。今後の IR 活動の参考とさせていただきますので、お手数ですが、ぜひご回答をお願いいたします。それでは以上をもちまして、株式会社メイコンホールディングス2023年6月期決算説明会を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。